こんばんちぃライフガードです。ということで今回は見てください、皆さん、あのキッズダンジョン、皆さんね、ご存知だと思うんですけれども、キッズダンジョンの例のあの人からこんな DM が、来ました。ドン、はい、という感じでね、まあ生意気だまあ生意気だ、お口をお聞きになって、キッズダンジョンでね、あの直接お会いしたことあるんですけれども、直接お会いして今度対マンでもしましょうみたいな感じでねお話ししたんですけれども、 DM がねこんな感じで来ましたということで、まあなかなかにこれは許せないなということで、コメントもね送ってこいやっていうことなんでちょっとね送っていきますか。そんなキャラじゃなかったんだけどね、まあ、一応あの知らない人にちょっと説明しておくと、この方はですね、アルバっていうプロチームに入ってて、あのキッズダンジョン1でワイルドホークに、ギリギリワイルドホークをめっちゃ追い詰めて、惜しくも負けて、でキッズダンジョン2では、優勝というか勝ってね、めちゃめちゃ熱い戦いをした人です、人でございます。フレンド追加していきます。お、来た、お、早い、フレンドになるの早い。じゃあ入りますか。参加リクエスト来た。こんにちは。おい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 、なんだよ、ザコ。おい、対マンしろや。おーおー、なんだなんだなんだ、ちょっとトラさん、すごいな。お、すごいな、なんかキッズダンジョン2で話した時はすっごい礼儀の正しい人だと思ったんだけど、トラ君。いや、ちょっとすいません。だよね、だよね、トラさん、お久しぶりです。久しぶりです。あ、お久しぶりですよかった、びっくりした。いやー、本当にね、キッズダンジョン2でよくも、めっちゃ熱く戦ってましたね。いや、ライフガードさんこそ、いや、もう、大声されましたけどね、僕はトラさん、じゃあ、今日はタイマンですかね。はい、よし、やるか。うわ、久々な、この感じ、めっちゃ久しぶりだ。いや、最近ちなみに、誰と やりました、なんかタイマー企画で。一番最近だと、まあ、ブーリルさんとかですかね。ブーリルさんには勝ったんですか。いや、ブーリルさんには6対4で負けましたね。6対4でもすごいな。よし、やりますか。現役の人とやるの、マジで久々ではある。負けないよ。お、マジか、待って、最悪おやらかした、やばい。オッケーオッケー、早いな、動き、やっぱオッケー、一旦上取りたい。オッケーオッケーオッケー、うわー、マジか、上痛い。オッケー、オッケー、よーしよ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 し、まず1本、まず1本、まあ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 、10本中の1本だからね。うまい、屋根うまいな、危ねえ。オッケー、ここ、オッケー、よし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 、でかい、この2本でかいぞ。これに1回1本取ってもらえて、まずい、やばい。うわっ、うわっ、マジか、11ダメージ低いな、でも。マジ、それ当てるか。 5HP イーブンなんじゃない、これで。うわ、うわ、惜しい。オッケー、オッケー、やばい、3本先に取られた、でけー、三本先でかっ。これは俺一本も取らせないよ、これ。これ10-0いくよ、これ。あっ、ね、だって、うわ、マジか、うわ、最悪。これは俺一本も取らせないよ、これ。よし、やっとくか、やっとくか。うわー、いく、10-0回引くぞ、9-1か。うわ、引き分け以上に持っていくんで。いや、てかライフガードさん、マジでキッズダンジョンつい全部持っていかれました。いや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 、もう本当にね、かなりメンタルはやばかったけど、
控え室で死んだ顔してたもん俺。マジか。行っちまったなっていう。マジか。オッケー。うまい。食べられてない。オッケー。よーしよ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 し。よーし、でかい。やばいやばいやばい。どうですか実際どう、タイマー俺とする前どんな感じで想像してた、強さ的に。いや、 やっぱり 1v1 がめっちゃうまいから、いやでも言うて半々も持っていけるかなと思ってたけど、と思ってました。いやちょっとまずいですよこれは。マジか、ね、うわ早い動き、うわうわうまい、うわ出た競技勢。いやばい、やられた今のは。早い早い。マジで早い。やばい、ミスった。オッケー。うわうまいな。今回のキッズダンジョンマジで今度こそ持っていこうかなと思ってたんですけど。まさかの。まさかのね。全部持ってかれちゃって。いやもうキャプテンからのねプレッシャーがすごかったのよ、機械室で。盛り上げてくれよのあれが。なるほど、ワイルドホーク超えろよっていうね、本当に超えろよ。引退を超えるってどうしたらいいのみたいな感じだったんですけど、いやー本当面白かったんで、見てない方はぜひ見てみてください。ぜひね、本当にぜひちょっとあれはマジで俺の勇姿を見てほしい。同点には持ってきたくない、まだ早い、まだ早いね。でも俺は持ってっちゃうよ。まだ同点は早い。うわ上取り返すのむずいなこれ。本気出すか。だってまだ本気はちょっとねついていけなくなる。うわ行ってここだな。うわマジか、アップだアップだ、うまいね。やね、オッケーオッケーオッケー、一回目取り返した。あぶねえ、読み打ちすごいな。うまっ、その屋根。待って、オッケーオッケー。いや、これ HP 状況が苦しいで、俺。やばい。いや、マジ、剣士がうますぎる、ライフガード。オッケー。うん、あぶねえ。オッケー、マジか。オーケー、やらかしな。でけー。とりあえず負けはなくなったぞ。よーし、いや絶対引き分けにしないぞ。頑張れ俺。ここです。やばい、ドーン。オッケー、よし、でっけー、勝った。これ上取らせたらやばいなこれ。勝った、このまま圧勝でいくよ。早すぎ早すぎ、反応早っ。どこ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 、全然分かんなかったんだけど今。やりきれないんだけど。あぶねえ、オッケー、あぶねえ。今何式でした今、ちなみに。今16とかじゃないかな、あんま見てなかったけど結構ローだった。よし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 、うわ、外せ。うわ、いや、マジか、うわ。まだでも3体なんだ。うわ、あ、でも3体、あ、そっか、これラストだったんだ。うわ、3対7か。よっしゃー、勝ちました。結構ボコボコやな、これは。これはボコボコかもしれない。よかった、まだ元気です。まだ元気です。不安だった、今日めっちゃ不安だった。はい、っていうことでね、はい、今回は、キッズ団長でね、応援したトラさんとタイマーすることになりまして、トラさんとタイマーしていきました。はい、っていうか、まあ、あの DM はね、実は全然ね、あのトラさんがやったものではなく、うん、ね、ちょっと喧嘩っぽくやろうやっていう感じでね、企画したものなので、はい、トラさんはそんな悪い子ではありません。一応ね、言っておきます。
という感じでありがとうございました。今日はありがとうございました。